皆さんこんにちは、ニャヒーヤ水城アクアです。ゼロ実況動画プレイその11、ご視聴いただきありがとうございます。それでは早速続きをやっていきたいと思います。すごいよね、どうして持ってきてないのって言われてたのに、取りに帰ることはせずそのまま進む、そういう先生好きよ。取りに帰らなくていいんですかって突っ込む。早い。はい、ずっと待っていたんです。もうちょっと広いところで遊びましょう。さ、大丈夫、ちゃんと避けれるよ。避けられないね。ちょっと待ってね、ここすごく狭いよ。ちょ、ルルイくん、あいた。ちょっと抱きつかないで、お話し遊ばせ。どこ？あいた。そのね、舞踊ってる時はね、なかなかね、フェイタルだね。撤退していただいてよろしくないですか。落ち着いて。なんで戦闘が始まったらいつもこうなる。違うんよ、落ち着いて。先生深呼吸しよう。吸って。固く閉ざされてるから、もうちょい広いとこ行き。あれ、ルイくんどっか行ったわ、あの女。私が下手くそすぎて同情してくれたのかもしれない。とりあえず07し、いなくなったならもうそれでいいんですよ。あ、先生とね遊べてよかったですね。アイテムどこですか？いっぱい使っ、これかな？魔王がいっぱい使ってしまったけど、五神水手に入ったし。あー、もうあの人が追っかけてくるから、どっちから来たか分かんなくなった。行き止まりが一段低くなっており、水が流れ落ちている。下の方に何か浮いているようだ。人形でしょ。どう見てもお人形だよ。多分ね、こっちから来たと思うんですよね。こっち？出口。で、ここ閉ざされてたから、そうですね、このまま上に行く。このまま上に、なんか箱が、もうすでに箱が置いてあるけど、上に行きます。あ、そうだ、ここユーリさんで撮ったわ。で、ここくぐって、びっくりしたよ。くぐるの、くぐるの判定ポイント狭すぎだろ。で、ここで百瀬さんを捕まえたんだよね。分かったから、笑ってる場合か。ルイくん行きましょうか。多分こっち側だと思うので、はい、射撃が反応している。あー、百瀬さんが入ってた箱ですね。これか。
地下？美しい装飾が施された木製の黒い箱がある。閉ざされていて開かない。百瀬さんが入る、あ、これか、こっちだわ。これこれ。少し開いた箱が沈められている。中には黒い水が入っているようだ。触っちゃダメって言われてるやつなんですけど。なになに、何の音？滝？あ、箱の奥には段差があり水が流れ落ちている。奥の空間には木組みの三股がある。何かを引き上げた跡だろうか。箱開いた、万歳。敵ですね、敵です。ちょっと待ってください、敵です。危ないです。あなた首どうなってます？ないです。わあ、すごい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 、あわあわ、頭痛そう。消し音？なんでこっち見ないの？それはそれで怖いんです。どこです？あ、いた。ちょっと待って、うちのカメラがね。この子はあれだわ、めちゃくちゃやりにくいわこのカメラ。でも頑張ります。これ絶対ね、R っていうか、コントローラーでやった方が早いです。うん。Wii U の、Wii U のね、iPad。Wii U の iPad って意味わかんないけど、これパッド、めちゃくちゃ反応悪い。あー、ちょっと待って！てか、あなた消えすぎね？あ、出た。あなたもそんな、なんか変な踊り。あ、ちょっと、どこ行ったんよ。なんで消えるんよ。ちょっと怖いので、61式使います。カモン。そのままカモン。なんで今切れないんだろうと思ったら、写真撮った後の、ブレイクタイムでした。あ、熱い。これまたブレイクタイム挟むよ。またブレイクタイム挟むから、ブレイクタイムの理由を見てね。あ、でもあと一撃で多分生き残ってしまった。こっち来ないで。よし、忘れない。私は忘れたい。なんか涙出てきた。今の敵結構怖かったよ。はあ、やばい。鼻水も出るし涙も出るし。なんで戦ってる時は怖くないんですけど、戦い終わった後のはあってタイムで、はあ、ちょっと重そうな、格子の扉に鍵がかけられている。鍵受けには何？なんとか、すいません、読めないです。の文様が刻まれている。開いた。ああ、ちょっと休憩が欲しい先生。ちょっとやばいよ。涙と鼻水が止まらないよ。先生。迷いが。ここからが本番だと言わんばかりの。誰か。たくないけどね。榊さんが、あ、61式が24枚も、ありがとうございます。さっき10枚ぐらい使っちゃったんで、もうちょっと早く61式使えばよかった。先生結構なんか服びしゃびしゃだね。そんなに濡れた？あ、そうか、水んとこ通ってきたからそら濡れるか。今
今あれですね、めちゃくちゃお化けに見つかりやすい状態かもしれない。とっとと、埃をかぶった座卓の上に湯飲みとタバコボンが置かれている。誰もついてるテレビには突っ込まないんだな、この世界線。話して話して話して、あなたレンさんの時も出てくるのね。しかもここ開ける時に出てくる必要あったか。お前どこから今手伸びてきた。すっごいとこから手伸びてきたぞ。渡来刑事さん、61時期で撮っちゃった。バカバカ。だから戦闘終わったらね、戦闘終わったら14式じゃなくて07式に戻す癖つけてたのに。バカ。何何何何何、もう戦闘多いで。誰、どこ。はい、あ、男の人。あ、よかった。この人そんなに強くないんで。お疲れ様でした先生。もうちょっと興味持ってあげてください。この国の風習は特異なものがある。各国の土地、そこに住む人々による違いがありつつも、根の部分では全てがつながっている。神秘的であり、美しさが感じられる。それらの根となる部分を理解するために、私はこの国へと渡り、そしてこの山を見つけた。朝露の美しさ、夕日が山に落ちるときに感じる切なさ、そして全てを包み込む、重々しく、厳しいかな夜がやってくる。この山に残る水をご神体と祭り、独自の。ちょっとさ、ちょっとさ、ルイ君、パチャ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 歩かないで、すごい怖いから、その音がなんか反応するから。独特の、死生観を持った神秘的な教え、それを理解するにはこの山に住み、山の一部となることが必要と考えた。一部っていうか、山のなんかも本当に本当にいろんな意味で山の一部になってるけどね。あなた本当の意味の一部になってしまってるけどね。90式？清めの印が施されたフィルム。今90式撮ったよね。ちょっとすいません、確認します。はい、ね、残りのフィルムこんな感じです。これがもう本当にラスボス級なんで撮っておきます。今90式撮りました。うん、61式がね、まだそこそこあるっていうのが心の支えになっております。ちゃんと07式に戻して進みます。暗すぎてわからん。ちょっと待って、画面が暗すぎて何も見えないよ。壁の上の方に神棚が祀られている。湿気のせいか部屋中の木が黒く変色し、異臭を放っている。そうだよ、だって足元水だからね。はい、びっくりと。ワン、帰ろう、レンさん。榊。榊さんですか？これは先生の見ていた写真と同じ。榊。これはあの写真帳に挟まっていた写真と同じ。榊はこれを持ってここに来たのだろうか、俺と同じように。死者。先生、アイテムがあるそうですけど。死
死者と結ばれる儀式な。なんか一概に違うとは言えないんですけど、でも、それは違うかな。おかえり遊ばせ。それは違うと思います。来るなら来るって言ってください。こっち見てこっち見て、写真撮りますよ。はい、笑顔で笑顔でいい顔ください。こっちに、はい、いい顔ください。いきますよ、3、2、1。はい、あと一撃かな。そうですね、一撃じゃないね。もう触らせて触らせて、よし、オッケー。床下の床が抜け、床下に水面、水面が見えている。水は黒く濁っており、水面の下はよく見えない。何かを引きずったような水のシミが廊下に残されている。ここは通れないということなので、あ、ごめんね、ルイ君、こっち行くね。このさ、先生のショーの時、敵が多い。ほらね。わ、ルイ君。てめえ、何してんだよ。ごめんね、ルイ君。ちょっと、即座に片付ければすいませんね。ルイ君に何してくれてんねん、お前。え？先生に断りなくルイ君に触るんじゃないよ、まったく。先生、ご心酔いっぱいですね、ここの部屋。そっか、先生がびしゃびしゃだから見つかりやすいってのもあるんでしょうけどね。あ、お仏壇だ。拝んでいこう。仏壇の中に、遺碑と古い仏像が置かれている。敵が襲ってこないように何とかしてください、仏像さん。あ、なんか、あれだ。これ、うちのおばあちゃんの家にもあります。ね。なんか、亡くなった方のお写真見ると、なんか見守ってくれてる感がすごっ！写真が読める。写真なんだ。笑って。今なんで撮れなかったかというと、14式にしてたんです。すいません。14式だったら撮った方が良かったかな。ちょっともったいなかったですね。死後写真はカメラの伝板とともに西洋から伝わったものだ。それはまだ写真が珍しかった頃、亡くなった家族の姿を残し、遺族の悲しみを鎮める、慰めるというものだ。日本に残されている死後写真は西洋のものと抗議？抗議？としては同じだが、その意味性は違うように思う。特にこの氷上山一帯に残されている弔い写真と呼ばれる写真たちの美しさ、悲しさは特別なものを感じる。これらの写真は科学者麻生陽彦、この人姿勢に出てきた気がする名前、博士が残したものだと思われる。他の地方のものも調べたが、彼は当時各地で弔い写真を撮っていたようだ。彼は魂を移すことに執着していたという記録が残っている。この不思議と引き込まれる写真たちを見ていると、彼の目的は成功していたのではないかとさえ思えてくる。かつて写真機を孤独の箱と呼んだ友人がいたことを思い出す。孤独の箱というのは、被写体を暗い箱の中に閉じ込めるという意味なのか、写真機を覗く人間が一人で暗い箱の中を覗いているという意味なのかはわからない。ただその言葉がこの写真のイメージと不思議と重なるのだ。
真か。私ね、個人的には写真撮られるのあんまり好きじゃないんですけど。どの写真ですか？この山のみ。破滅へのロンドを奏でながら、この山の水は美しい。それは水質の良さなどというものではない。山頂の湖から流れ落ちる大量の水は川となり滝となり山を包む霧となる。この湿度を含む全ての水がこの山の神秘そして美しさの源水だと感じる。氷上山周辺に伝わる伝承によると、かつてはこの山で死ぬことは正しいこととされていたという。この山は文字通り霊山であり、山岳信仰の対象となっていた。氷上山信仰とは、人は死ぬ時にこの山の水に帰るという教えだった。それは山…ちょっとルイ君、それは山上高いではなく、この山の水は魂そのものであり、人々はその一部へと帰るのだ。死を覚悟した人々はこの山へと集い、そしてここで命を水へと返す。全ては水でつながっている。この風景を見ていると、ここが霊域とされ、そしてこの山で死ぬこと、水へと帰ることが正しいとされていた理由も理解できる。ここへ来てよかった。この山の世界観には死への憧れる情景、憧れるってなんて読むんだ、がある。それはつまりこの山の水へのであり、自然へのでもあるのだ。いじめてきやがるこいつ。この漢字が読めなかった人のことを全然考えてくれねえこの民族学者。生も死も水でつながっている。ノートとともにカセットテープを見つけた。ラベルには何も書かれていない。後で聞いてみようね。こっちだね多分。あ、これさっき本がありますって撮ってたところですか？違いますか？この地方一帯には人柱の風習があったと言われている。それは通常の水へと返す儀式とは違い、人を特殊な箱に入れ死なぬまま水へ返すというのだという。その柱となるのも巫女の役割だった。彼女らは死へと向かう人々の記憶を引き受けた後、自らも水へと帰るのだ。ただし柱として生き続けるために、日本には箱に入って地中に埋まり仏となって小生を救出する即身仏という風習がある。即身仏となる僧侶僧は地中で経を読み、鐘を叩くことにより生きていることを伝えたという。この儀式はそれに近いものなのかもしれない。柱となった巫女たちは何を恐れかな沈めていたのだろうか。日本では高い、つまり現世常世と隔離世と呼ばれる死後の世界がある場所について様々な考えがある。山の上や海の向こうという教えもあれば、地中つまり地面の下にあるというような概念的な考えもある。この山は水を御神体として祀るとともに、水の中に隔離世がある、つまり水は死とつながっていると考えていたのではないだろうか。箱に入れられた柱は死に近い場所にありながら生き続けることで、死後の世界が御神体である聖なる水に入ることを防いでいたのだ。特別な箱に入れられるのは、水の中で柱を生きながらえさせるためなのだろう。柱を、なんだこれ、水
水の上に点が打ってある。あ、あれだ、永遠の A だ。ながらえらせる、ながらえさせることについて、死に近いものほど長く生きるという考えがあり、氷上山は柱となる巫女を別の山からも集めていたという。一度死に近づいた者は死に耐性ができるとでも言うのだろうか。はい、カセットテープ。先生、はい、何ですか、ここ何かあった。本棚には無数の書類や掛け軸、木箱などが収められている。湿気を含んだ書物は張り付き読むことはできそうにない。どうした、ルイ君、先生に何かご用事かい。読み物多いよ先生、私頭がパンク寸前なんですが。思考回路はショート寸前、霧に吹け、霧にけぶる森で遠くに巫女たちの影を見た。もうこれさっき読めなかったんですけど、まあすごいな、背筋ピーンって伸ばしてゆっくりと山を上がっていく。それは現実のものとは思えない。実際この山にはもう巫女はいないと聞いている。かつてこの山では多くの巫女が殺された。彼女たちもまた水へ帰ったのだろうか。そしてこの霧の中に閉じ込められているのだろうか。おっと、鍵穴が壊れていて開かなくなっている。この扉は開けることができないようだ。いいね、そういう行き止まりですよポイントも大事。あっちだってルイ君。時間がギリギリなので本日はこの辺で失礼します。いいところですが、次回もよかったら見てやってください。